なんだ？弱者と話すことなどないだけだ。お前たちは世界の外の力に頼らず鈍性のクジラに勝った。小山さんお願いします。各プレイヤブルキャラとして実装してください。お願いします。あ、確かに使う神の目ないし、テイワットの人じゃない、これなんか崩壊キャラっぽいよね。じゃあ神の目埋め込むから手作りします。手作りしてスカークさんにプレゼントするんで。このように荒れ狂う水元素力はこの星の深海では消化が難しいのだ。え、スカークさんキャラデザ死ぬほど好きなんだけど、理論上どうしたらいい。フォンテーヌの陸上はすでに大混乱に陥っている。頼む、ほんと何でもするんで、ほんと何でもするんで実装してください。ほんとにやばい、スカークやばいな。三五波やココミ以来のヤバさを感じる。まずい、このキャラ。まずいぞ。ココミ以来の何かを感じる。あ、そう、あ、すごい。脳みそを壊される感覚だ。なんだこれ。あ、まじ、ああ。君たちを原始大会から陸地へ送り返した後。え？私はスカークと名乗るあの人物と、このような会話をした。あ、もう一回スカーク見れるの？そう身構えないでくれ。ただ個人的な感想を言ったまでだ。これは、え、スカークマジで見れば見るほど好きなんだけど、デザイン。なかった理由でもあるがな。これが実装されなかったら僕はもう狂ってしまうかもしれない。ま、おかしくなっちゃう。それはいつ死んだのだ。毎日小豆を数える配信するかもしれない。師匠は私に何も。